自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。さあ、今日私はまたこのトップモデルの塗り絵にチャレンジしたいと思います。前回のビデオで皆さんにコメントで聞きました。何で塗ってほしいですか？そしたら皆さん、マニキュアで描いてみてほしい、塗ってみてほしいというコメントをたくさんくださったので、今日はこのね、ちょっとキラキラした緑と濃いピンク、そして春らしい薄い黄緑でトップモデルを描いてみたいと思います。さあ、この3色で一体どうなるでしょうか？私はすでにちょっとアイディアがありますけれどもね、こんなのも描きましたね。いろいろ描いてきたので、またよければ他のビデオも見てくださいね。どれがいいかな。肌の色が違うんですけど、今日はこの子にしましょうかね。そして、今回マニキュアを使うので、ちょっと他のページが汚れてしまわないように、私は切り取って色塗りをしたいと思います。これでこのノートは汚れずに、ちょっと安全なところへ移動させて、さあではこの子のドレスを作っていきたいと思います。まず私はこのキラキラした緑を使ってトップスを描いていきたいと思います。ちょっとね、最近流行りの、そして夏ですからタンクトップにしようかなと思ってるんですけれども、最近流行りの片方だけ、このなんていうんですかね、肩にかかっているトップスにしたいと思います。最近こういうのよく見ますよね、肩出しのね。ちょっと胸のところはこのようにチューブトップみたいな感じにしてあげて、そしてこのマニキュア見てください。こんな風にね、角度を変えるとキラキラ反射して色が変わるんですね。そして裏にもね、とてもいい紙だから裏にも映らずに済んでいます。さあ、マニキュアのこの筆が結構太いので、意外と塗るのね難しいですけど、丁寧に塗っていきたいと思います。この2色目の黄緑ですけど、ちょっと薄いですね、色が。このように透けて見えてしまいますね、足と足の間が。これちょっとどうしましょうか。この緑から色をもらってこのように伸ばすといいかな、どうでしょうね。上からちょっと色を持ってきてね、こんなように伸ばすといいでしょうか。やっぱりちょっとこの緑の、ね、部分を長くして、もうちょっと長く緑で塗ってから この薄い黄緑使いましょうかね。じゃないとね、ちょっとスケスケになってしまいますから。これはちょっと想定外でしたね。この黄緑がこんなに薄いとは、マニキュアのこのボトルを見てるだけではちょっとわからなかったですね。ちょっとあんまりにもセクシーになりすぎない程度に、この濃い色の部分を伸ばしてワンピースにしてあげましょう。さあ、これで
ここから薄い黄緑を使って色を伸ばしてあげると、いいですね。ちょっとこのシフォンみたいな感じの印象になるんじゃないでしょうか。これいいアイデアですね。とっても夏らしい。そしてちょっと上からね、緑を取ってきてあげるととっても綺麗に色が混ざってくれます。さあ、ちょっと色を伸ばしすぎて上の方の緑が剥げてしまったので、ちょっとお直ししてあげますよ。もう一度緑を塗って、剥げてしまう、剥げているところがないようにしてあげています。さあどうですか。すごく綺麗なドレスに仕上がりましたね。私このなんて言うんでしょう、偶然をもたらしたこの効果がすごく気に入りました。ちょっと丁寧にドレスを最後の仕上げしてあげたいと思います。さあ、ではこのピンクで一体何をするのかというと、私はもちろん靴を履かせてあげたいと思いますが、ちょっと筆が太いので、まあやってみます。うまくいくでしょうか。ハイヒールにね、やっぱりしたいですよね、ドレスなので。なかなか描くのが難しいですが、こんな感じでしょうか。もうちょっと細い筆があればいいんですけどね。はい、どうでしょう。まあパーフェクトではないですけど、まあまあ形になりましたね。さあ、そしてこのピンクを使ってもうちょっと何かしたいんですが、せっかくなのでこの髪の色ね、変えてあげましょう。ピンクにしてあげましょう。これもなかなか簡単ではないですが、茶色の上にピンクをのせるとどうしても茶色が勝ってしまうのでね、ピンクの色がなかなか出ませんけど、そしてまたもや筆が太いので、ちょっともう一回二度塗りしましょう。そしたら色がよく出るかも。そうですね、髪の色を塗るのはいいアイデアだったとはちょっと言えないかもしれませんね。でもだんだん、どうですか、いい感じになってきましたね。何度も何度も塗るとちょっと茶色が消えてきて、あ、いいですね、いいですね、いい感じじゃないでしょうか。根気強く茶色が消えるまで塗ってみましょう。はい、どうですか皆さん、やっぱり色がある方が髪かわいいですね。なんかすごくファンシーな感じで
すっかり印象が変わってしまいましたけれども、最後ちょっとこんな風にね、塗ると髪の色が消えるかもしれない。そしてまあちょっとね、髪の毛なので、まあ、自然な感じに描いてあげて、さあどうですか、いい感じにできました。なんとこの、見てください、ドレスね、すごく角度によってキラキラするんですよ。すごく綺麗ですね。私これすっごく気に入りました。皆さんはいかがでしょうか。そしてまあ靴なんですけど、靴はもうちょっとね、筆が細かったらもっといろいろできたんですが、まあ今日はこれがベストじゃないでしょうか。さあ皆さん、このビデオ気に入ってくださったら嬉しいです。そして、新しいビデオをいつでも見られるようにチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバーイ。